子供たちは今を生きてるから今の連続だから変化もするし、いつも同じはないっていうことを子供たちから感じて学んだかな。春夏秋冬を何回も繰り返して一緒にいられることがあれ面白くて、なんかやめられないというか。町田市にある自然の国保育園の園長の斉藤美和です。2005年に結婚して、結婚した相手の実家が保育園だったというところで保育園という場に出会ってました。自然の国という場所に出会って、私の夫でここの園の前の園長で今は理事長なんですけど、高梁さんは渋谷にも同じ自然の国保育園ができたことがきっかけで、高梁さんがそちらの園長になるので私はここを引き継ぐことになったっていう感じですかね。私は誰かに何か教えるとか教育とかそういったものは全然興味が全くなくって、子供ってすごく何をするかわからないっていうのがなんかドキドキしちゃって、あまり得意ではなかったし、自分のこう人生の中にこう入ってくる経験がなかったですね、子供が。最初はなんかやっぱり保育ってこの一クラスをすごく守り抜くとか、子供たちをしっかりと話を聞いてもらうとか、なんかそういうイメージがあったんですけど、自然の国に来てから知れば知るほどそれは関係性を作ることであって、なんか子供をまとめようって思うのが保育ではないんだなっていうのが分かってきた。最初私はわがまま、子供ってわがままだなって思ってたけど、それって大人の都合で、なんかそのいい子っていうのが大人の都合のいい子ではないっていうことが分かって、まとめようって思うとどんどん関係性作れなくなっちゃうから、一人の人としてというか人生に触れて気持ちだったり心みたいなものが変化してってる様を目の当たりにすることが、0歳から5歳児まで春夏秋冬を何回も繰り返して一緒にいられることがあれ面白くて、もうやめられないというか、子供たちの心がほぐれていったり穏やかな表情になったりとか、そういう経験をとしてきて、うちに好きになりましたね、保育。行きは手順とかこんな段取りみたいなの考えて、帰りはああしとけばよかったなとか、ああしたらよかったかなみたいな、明日やろうとか振り返ったりしますかね。で家に帰るとあまりなるべく考えないように 薄めていく感じ、切り替えるとかあんまり好きじゃなくって、なんか普通に暮らしてるのも保育の一部だから、なんか切り替え割り切るって言葉を使わないでこう変化、自分の気持ちを変化させられないかなっていう感じがあるので、薄めていく感じですかね。おはようございます。今日もよろしくお願いします。自然体験あるので私も後で見に行こうと思うんですけれども、何かあったら連携取り合いな、はい、ながらと思ってますので、よろしくお願いします。今分かって、今さ、どこから入った？着替えてないよ。レンちゃんのとこだ。
じゃあまた先頭でお願いします。自然体験の専門家の方講師に来てもらって自然の中で過ごすっていうプログラムをやってるんです。自分たちのフィールドがどういうところにあるのかとか、行く道はどっちにするかは話し合って決めてるみたいですよいつもは毎朝子どもたちがセッションして今日何しようかっていう話をして始まっていくので、お芋育ててんだって。なあ、お芋育ててる。保育って大人が子供を見てるようなイメージを持ってるかもしれない。だけど実は子供は私のことを見てるかもしれないし、子供が何を見てるか知りたいし、いろんなこと知りたいなっていつも思って、子供といることによって私たち保育者の人生も磨かれていくような場所になるといいなって思ってて、子供がいるから見れる世界ってあると、そういう世界を大切にできるといいなって、大人もここに来て自然の国に来たら。斉藤美和の魅力としては、まあ、保育者でも妻でも変わらないかな。彼女はもう僕なんかよりもずっと子供に誠実ですし、子供と一緒にいる時間を何よりも愛しているので、そこはもう信頼しかないです。子供に対して誠実っていうのは、子供と一緒に幸せになろうという気持ちなんじゃないかなと思うんですよ。相手の目線にスッとこう合わせられるところが一番の魅力だと思います。僕の縁ではないし、彼女がいる、まあ彼女が園長である縁ということで、新しい気持ちでこの自然の国を見られるし、僕も関われるから面白いです。子供たちと食べれてたんですけど、コロナのことになってから大人も一人で食べなきゃいけなくなっちゃって、みんなといた方が嬉しいです。早くみんなで育てられないですから、なんか預けてるんじゃなくて、子供はいろんな人に愛されるために保育園に来てるって思ってもらって、親御さんはその間自分の仕事とか暮らしとかを大切にして子供とまた出会うって、そのいう風なのでいいんじゃないかな。なんか働いてるお母さんとかだと子供と過ごす時間が短いからとか、まあお父さんもね、でも時間じゃ全然ないと思うので、一人で考えなくていいよって思います。やっぱり高梁さんの後に園長になったっていうのは、最初はあまりにも存在が大きいので比べられちゃうかなとか、でも高梁さんみたいにはできないなっていう、私でよかったのかなとか思う時はありました。本部の職員の人がいるんですけど、その人に園長になろうと思うんじゃなくって、いつの間にか園長になってるはずだからなろうって思わなくていいんじゃないかなみたいな話をしてくれて、なんか園長になったっていうよりはみんなが園長にしてくれた感じで、まあ、いる。
人生はなんか移ろいやすいというか移っていくものだなって見てて思います。その日転んでもまた立ち上がって遊んだりとか、喧嘩しても話し合ってなんかもうまたつながったりとか、子供たちは今を生きてるからだから変化もするし、いつも同じはないっていうことを子供たちから学んだかな。今日泣いてても明日笑ってるかもしれない、今泣いてても明日すぐ笑う。その悩むとか苦労するとかそれってその人しか感じられないことだから、そこに超えたいって思うから生まれる感情なので、それは別に捨てる必要はなくって、超える必要もなくって、大事に温めて進めばいいっては思ってますね。私もなんか悩んだり考えたりするけど、どっかに置いてこようとは思わないっていうか、それをどっか捨てていこうみたいなのは思わないから、持ちつつも行くみたいな、穏やかに過ごしていきたいなって思うけど、きっと何か起こるからまた移り変わっちゃうんだと思うんですよ。ずっと風景が流れてるっていうか、だから私のどうにもこうにもするものでもないし、自分のやることをやるしかないんだよって、やれることを続けるしかない。今あるこの空気の流れを今見てたいなって。